深海の奥底へ誘ってやろう。どうもコピーです。さあというわけで今回はネプチューン使っていきたいと思います。さあというわけでね、試練進化がついに実装されました。でまあ今回ねアテナとネプチューンが来ておりまして、ちょっと僕まだアテナの方行ってないんですけど、あのネプチューンの方はね全然あのダンジョンは簡単だったんでね、まあ誰でもねあの進化できると思います。はい、まあだからちょっとその辺は頑張ってください。で今回使うこのネプチューンさんですけども、非変身なんですけど上限解放とかはできないんで、違うわ、レベル限界突破か。まあだから超覚醒とかはありません。まあただその分ね素の覚醒結構強くて、まあバインドスキブ封印指無効感樹脂4つに追い打ちにボイスと、でスキルがですね3ターンで1ターン自分のダメージ上限値が60億神と自分の攻撃2倍ロック解除水回復毒を7個ずつ生成と、まあ3ターンで変換と上限解放できるんで、まあやっぱできればねパーティー編成にやっぱ3体入れたいですよねこの人。でリーダースキルが毒か猛毒消すたびに攻撃と回復2倍1加算神タイプの HP 4.6倍、攻撃力が15倍と出ましたよ。倍率無限に上がる系、いやーもうこれマジで俺好き、このこういうやつ、うん。でまあただねこの人の場合ちょっと変わってるのが、回復も毒ドロップの数で変わってくるんですよね。まあだからやっぱ毒はいっぱい決めた方がいいというね、まあなかなかトリッキーだよねこれね。でまあ神タイプの HP 4.6 倍あってね、まあ1加3もあるんで毒消すたびに、まあただ固定追い打ちもないし、やっぱり毒いっぱい消さないと回復も上がらないんで、耐久したい局面とかはなかなか結構難しいよね。耐久したいのに火力出してなんかね突破しちゃうみたいな、なんかそういう事故も起きそうなんで、まあ結構癖は強いですね。ただ攻撃力クソ高いし、まあ HP 4.6 倍はね結構高いんでね、まあ普通に強いと思います。はい、ちゅうわけで、まあ、今回のね、この編成、まあ、なんか、パーティーの半分水属性じゃありませんけどもね、まあ、今回、やっぱりね、この毒をいっぱい決めれば決めるほどね、やっぱ倍率上がってくんで、で、やっぱこれですよ、毒のカゴ。まあ、これもあった方がいいし、で、やっぱね、76だよね。76で使うと、やっぱこいつの進化が発揮されると思うんでね、ちょっと今回、76リラチェンのネプチューン。これでね、まあ、裏バンジュやってみようと思います。そう、あとはね経験がないからちょっと割合にも弱いんだよね。まあだから正直そんな環境を壊すようなリーダーではないと思うんですけど、まあでもやっぱ普通にねやっぱ使ってて楽しいと思う。やっぱ使ってて楽しいっていうのがやっぱ俺にとってやっぱポイント高いんだよ、うん。やっぱそこですよ大事なの。まあとりあえずここはヘイスト家系の威嚇家系のオッケーで、ヘイスト家系のリダチェン。で、そう、だからここも、しっかり、おー、なんだこれ！え？いや、あのさ、この演出さ、ダンジョンクリアした時にね、なるんだよ、試練ダンジョンに。クリアした時にこのアニメーション流れるんだけど、え、これスキル使う時もこれなんだ。びっくりした、今のは。マジか。さあここね今毒消して結構ダメージ食らってるけど、ここからギューイーンとね回復していくという、まあそんな感じです。なんだ今の、びっくりした。うわちょっと待ってよ、ここ1コンボだけしてちょっとスキルダメしたい。ここはね、マジか、スキル使う時にもそうなるんだそれ。いやちょっとでもなんか正直、まあ、最初の部屋ねすごいうおーってなったけど、これなんか後々なんか鬱陶しく感じるやつじゃねこれ。まあいっか。 OK、 じゃあとりあえずここ倒して、まあだから要はやっぱりとにかく毒を消しまくると、もうただそんだけですね。でまあ3体いるんでしっかりとループしていくとね、いうわけで、さあちょっとロイドまだですか、あと1ターンか。ちょっとここもねスキルダメしたいですね正直。ためよっか。 OK、 じゃあまあそろそろこの辺で行こっかね。これさね、このさスキルのアニメーション、これオンオフ設定できねえのかなこれ。さすがにいつか鬱陶しく感じるぞこれ。でここはしっかり、あーそうだから、あとそうだ、追い打ちは自力でやんないといけないんだよね。なかなか難しいな。でまあ無効感は自力無効感やればいいと思うんで、ここはしっかり、もう画面がうるさいマジで。
ちょっと待てよ、追い打ち。あ、むずいなこれパズル。追い打ち毒、オッケー。これで大丈夫か。まあ火力どう、まあやっぱりちょっと毒いっぱい消さないとね、やっぱ火力出ないから、まあ毒毎回やっぱ3セットぐらいは決めたいよな。それぐらいしっかりやりたいんですけどね。ねここなんだけど、これってさ生成できる、ちなみに。あ、生成できるんだこれ一応。じゃあこれもう普通に攻めようか。アマドラ使って、じゃあこれ一応花火からでもこのスキル使えるんだ。いいね、それは結構いいんじゃない。あれこれ HP 足りてる、これ。オッケーオッケー、もうここちょっとしっかりな、一旦待ってから行こうな。これでオッケーでしょ。8000万回復してるよ、いらんいらんそんな回復力いらないから。でここで縮めてクルマンが来るんで、でしっかりここで倒しきるために俺はこいつを使う。素敵な悪あがきを、深海の奥底へ誘って。なんか毒の加護がさ、なんかちゃんと機能してくれる時もあればしない時もあるんだよな、俺。あ、もうちょっと降ってきてほしいな。これ毒2セットで倒せるかこいつ。やっぱりこれね、毒の数によってほんま指数関数的に上がっていくから、やっぱ毒はねほんといっぱい来ないとね。そこに降ってきてほしい。いやー来ないか。あまりもいけるかさすがに。まあ毒2セットでこの火力な。 OKOK 了解了解。まあだからさ、火力出したいときはあのスキルだけ使っといて毒残して、でさらにその次のターンもう一回使ってなんか突破するみたいな、まあなんかそういう使い方がいいんじゃないかな。じゃあしっかりここはこれ使う。でからのこれ、さあ忘れんなよ、こっから追い打ちがいるからな。追い打ちね、このさアニメーションのオンオフ切り替えできないの、さっきから言ってんだけどね。これさ、まあ普通のダンジョンはまだいいけどさ、これランダンとかでさこんな演出されたらさ、パズルし始める時とかやばいでしょこれ普通に。よし、まあでも火力に関してはどうなんだろうな、種族はちゃんと完走してるけどね、まあ、副属までっていくとなかなか難しいのかもしれんな。てかさ、これなんで7個なんだろう、これネプチューンとなんか関係あるっけ、7個って。ネプチューンってさ、だってあれでしょ、海王星でしょ、海王星。海王星ってなんか7に関する要素みたいなあったっけ。まあよくわかりませんけど、いっか別にね。さあここはお前が来ると、まあちょっとここはさ、まあアシスト無効回復優先させたいんで、一旦 L 字をかける。いや俺結構さパーティーの操作員長持ったつもりなんだけどね、なんかあんま長くねえな操作時間。うわ硬えなこいつ。ちょっと待って、これしっかり、うるせえ、うるさい、めちゃくちゃうるさい。もうさそれ毎回さ笑っちまうからやめてくれマジで、クソ面白いんだけどこのゲーム。いやこれさ試練進化のさダンジョンのさクリアの時だけでいいだろこのアニメーション、毎回やんなくていいからほんまに。おい、それよりもこいつがクソ勝てんだけど。いや来た、ナイス。いやだってこれさ1個につき4倍上がるからね、相当だぜこれ。4倍は相当違うよ。さあちょっとね消せないが飛んできたんだけど、ちょっとここはねさすがに、
アマドラは、いや使ってもいいか、使うか。ただ使うんだったらその代わりこの後だよね。使う場合後でちょっとまたこれ使わないといけないからちょっとため直しがいるんだよ。まあだからさ、こういう時に今のうちにこれ使っといて毒を貯めていくんだよな。で毒貯めて一気に攻め落とすっていう。うん、この辺でいいんじゃね。この辺でさ、ちょっとじゃあバカ力披露しますか。バカ力、これ毒何セット？ 1,2,3,4 多分5セットくらいあるよね。いや5セットやったら多分相当出るぜこれ。あーでも今俺ミスったな。これ今さ、リーダー第3属性じゃなくて副属性闇の方の上限解放しちゃったわ。いやーこいつはな、ちょっと第3属性しか行かないからな、これ。まあでも第3属性完走したらもうこれ大したもんでしょ。あーしてねえ、全然してねえ。マジか、まだ足らんか。え、だってさ、これ今何倍出てた？だって2の5乗でしょ。2の5乗ってさ、何ぼだっけ？ 32×15 よ。 32×15 倍って何倍や。もうみんなで計算してくれ。ね、ちょっと待って。だから、アマドラ貯めないといけないから、ここは、そうだ。うん。まだ倒しちゃいけないんだよ、こいつは。しっかり3ターンこいつを殴り合ってから行かないといけない。さあ、ここだ、ここ。これでアマドラ貯まるんで、OKOKOK。うん、ここで行こう。で、追い打ち忘れんなよ。追い打ち忘れたらマジ終わるからな。これさ、このアニメーションさ、できればさ、盤面じゃなくてさ、画面の上でやってほしかったわ。画面上部で。なんでよりにもってこのパズルする盤面の上なんだよ。そこだな。そうじゃなければよかったわ。マジで画面がうるさすぎるんだよ、ほんとに。ダメージ吸収だな。オッケー。さあこいつもね、ワンパンできますかね、このパーティーで。さあここもしっかり追いつくんで。そう、水のコンボじゃないからね、あくまで毒だからね。毒をいっぱい決めないと意味がないんだ。ちょっと毒のカゴがね、さっきからなんかあんま仕事してねえんだよな。もっと降ってきてほしい。これってさ、毒のカゴってさ、別にあれだよね、そのいっぱいたくさん積んだところでさ、変わらんよね別に。これ特に影響を及ぼさないよな、あの降ってくる量にね。まあここは普通にもうこれ使うでしょ。さあただここはこいつが向こう張ってるんで、追い打ちと向こう側だ。むずいむずいけど、今捜査員長かかってるからこれはいけるか。これオッケーじゃない？いやーこれいいコンボでしょ。まあ自力無効感がね今回できますんで、これでしっかりやってやればいいと。まあやっぱりさ、そうだね、もうこれやっぱ76運用がいいよな。これが一番使いやすいわ。でこやつは、あ、お前は根性ないんだな。あ、まあてかお前ステージ F 喋る系だから関係ないか。うん、ここはねちょっとしっかりワンパンに沈めましょう。こいつは深海の奥底へ誘ってやる。オッケー、これで毒が1,2,3、うん、3セットあるから、まあ3セットありゃいけるやろ。ちょっとね、今回さ、割合が飛んでこないっていう理由だけでさ、裏番手来たけどさ、ボスが貴族生だからね、ちょっとそれが唯一の懸念材料ではある。やっぱそこがなかなか難しいんだよ。ボスもさ、やっぱり早めにね、半分まで削らないと、火力上がってね、大変なことになっちゃうから。さあここはまあ吸収やってきてないんで、しっかりここも追い打ち忘れずに組んで倒します。まあまあまあ、追い打ち、自力追い打ちする系リーダーね、もう僕は何度も何度も使ってきましたんで、まあこの辺をね忘れるなんてそんな初歩的なミスはしませんよ。いやただパズルむずい。俺さ、操作時間何秒これ。1,2,3,4,5,6,7,8
8だよ、プラス13秒だよ、13秒、13秒でも足らんか。いやこれむずいんだけどマジで。しかもなんかこいつ耐えてきたし、やっぱなんか思った以上に扱うのむずいなこいつ。まあでもこれはさすがにいけるでしょ。ああそっかそっかそっか、そういうことだね。オッケーオッケーオッケー、出たこいつ。ボイド溜まってねえし、このアマドラは、まあ、使っとこうか。深海の奥底へ誘ってやる。まあここはひとまず毒貯めよっかね。だから毒貯めたいんだけどさ、耐久しようと思ったらね毒消さないといけないんだよ。全くまだこいつ吸収やってくるから、まあ、全力コンボしてもいいか。深海の奥底へ誘ってやる。耐久がさできないよねマジでね。毒消しちゃう関係上ね、やっぱ火力出ちゃうもんこれ。やっぱ癖が強いな。まあでもいい、やっぱそういう癖の強さが僕好きなんだよ本当に。でなんかさこいつさ本負けしさ水属性やってこないタイミングあるよな。まあでもここロイド使っていいかなこれ普通に。アマドラがあと4ね、もう使うか。まあちなみにボスの場面縮める対策はあるんでね、ちゃんと。まあ多分大丈夫でしょう。 OK、 じゃあしっかりここも、はい追い打ち、はい追い打ち、毒、あちょっとむずいよ。 OK、 さあ毒3セット。まあこいつ火属性やしさすがにいけるやろこれは。さすがにスタの大統領もにっこり。いやーちょっとできれば最後な第三属性までカウントさせたいけどね、なかなかそういう場面に巡り合えないな。うん、だからしっかりここはこれを使うな。これルーレットも上書きできるし場面も戻ってくると。毒が消えましたね。さこれさ今さ毒クソ少ないじゃん。もうこれこういう局面でさこれ無理にやる必要あるかな。まあでも一応やるか。まあ一応コンボ組もう。そうなんか盤面にさ毒が少ない時はもう毒残すっていうね、やっぱ卓を取るのもありだと思うんだよな俺はな。多分さすがにこいつ倒すのは無理でしょこの盤面で。あでも降ってきた。 OK ナイス。さあま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 あ2パン圏内ぐらいか。くすっと待てお前何してくれてんだよおい。こいつさ防御なかったっけ。こいつ防御あるんだったらさこれ別にあれだぜ。いやてか待てよ。あどうしよう。ちょっとここ一旦ネプチューン使わんとこ。なんかこいつがまた変換してきたら困るから、まあ、一旦これ適当コンボやって OK。 一旦うんこれでいい、これでいい、うんこれで倒そう。よし深海の奥底へ誘ってやる。よし、まあこれでこいつも OK や。さあただ問題がやっぱボスだ。やっぱボスよ。一番怖いのマジでボス。こいつをちゃんと5ターン以内に削りきれるか。4ターンだな、4ターンで削れるか。そこなんだよね。まあこれでもさ、まあ例えばだけどさこれ別に、いやそうだよなこれ毎回毎回使う必要もないから。これさ例えばだけどさもうここでさ贅沢に2枚切りするとか、それどうその作戦。贅沢、なんかさこれさちょっと待ってね、これ全然、うわこれあれか、これランダム生成だからこれまさかさ、うわマジか。なんかこいつのとんでもない欠点を俺見つけてしまったかも。
これランダム生成だから、これ複数使っても意味ないのか。え、嘘でしょ。え、だとしたらちょっと俺の中でのこいつの評価がだだ下がりなんだけど、あれ、いや全然毒も水も増えとらんやな。あ、うわこれマジか。まあでも削りは全然いい感じだ。うん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 。まあここはちょっともう耐久するしかないんで。マジか。ちょっと待ってよ、一旦ちょっとここあれだな、毒消したくないな。いやークソ痛い、いやークソ痛いけど待てよ。こうもう一体、うわーもう一体耐久したけど、これやばいか。つまりどうしよう。一体使って、ちょっと待って、むずい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 、めっちゃむずい。ちょっと待てよ。いやこれさ、一体だけだったら毒決めても大丈夫かな、これ無効感やっても。あ、じゃあそもそも無効感分色なかったわ。じゃあなんかこれさ、なんかネプチューン使っても全然さ生成できないんだったらさ、これ別にさ毒とか残す意味なくない？え？あれ？いやちょっとこれまずいな。これさ、いや俺勘違いしてたわ。これネプチューンのスキルあれだわ、これジンとさ同じ扱いだ。だからもうこれランダムで生成しちゃうんだ。もうだから毒の上からさ普通に水とか火薬とか作ったりするんだ、これ。だから盤面に毒貯めてもあんま意味ない。あ、意味ないし、複数こいつ使っても意味ないわ。そういうことね。いやちょっとその性質見抜けんかったな俺。まあでもとりあえずここ半分いくんでこれ使おう。よしで、これで、あ、やべ、暗闇ちゃんと見ればよかった。マジか。ちょっとな、まあ確かに花火対策としてはねすごいいいんだけど、うん、花火対策ができる点はいいけどね、ただやっぱちょっときちいなこれ。毒貯めたいんだけどね俺としては。それさせてくれないらしい。オッケー、しっかりここはまあとにかく削りまくろ。いやそうだよね、色全然増えてないもんこれだって。ちょっと待ってよ、弱化処理ちゃんとやるよ。あと十字、毒、はい完璧。いやパズルもむずいし、いやこれなかなか使いこなすの大変だわマジで。オッケー、でも俺は絶対勝ってみせる。ちょっとさ、これさ、最後あれだね、発狂ライン、ほんま注意せんといけんわ。いやもう、覚醒無効全暗闇とか絶対やりたくない、マジで。まあ、あのパズル、ほんま二度とやりたくないから、ちょっとそれだけにはならないようにね、気をつけるわ。多分未だにね、こいつの行動パターン知らない人もね、いるかもしれんけど、こいつね、10% 切るとね、覚醒無効全ドロップ、全超暗闇。とかやってくるんですよ。マジそれやばいからね、ほんまに。それ食らったらもう一巻の終わり。ただ過去それ一回俺食らって、そこでパズル見事に成功させたね。まあそういうね、記録があるんですけど、もうね、あんなパズル二度と決められる気が。うわぁ、火属性なりおったぞ、こいつ。ちょっと待って。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。ねえこれさ、ここでさ全力やったら、あ、てか水そもそもなかった。うわこれむずいぞ。いやでも待って待って待って、まあいいや、とりあえずここは毒組まないとか耐久できないから、しっかりまずはコンボ組もう。いやこいつ火属性になったから、そうださっきよりもダメージも通りやすくなってるし、ダメージの上限値も上がってるわ。いや大丈夫、これいけるわ。いやいける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 。コンボゲー、まあ関係ねえ、行こう。うわこれ捜査員長いるかな、ルーレットやるんだよな。まあ使うか。いやこれこっから倒せるっしょこいつ。
行こう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 、毒が1、2、3、これ4セット4セットある、もしかして1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、あるね。いやー、これちょっと最後どれけ軽く出してな、終わろう。よし、いやー、もうこれでいいでしょ、これいいでしょ。本部数足りてるか、大丈夫か、オッケー。さあ毒4セットどうすか。おお、いい、いいけど、お前じゃなかった、リーダーで最後やっちゃったな。いや、これさ、動画外でさ、主服第三属性全部カンストしてるところね、出せたんだけどね、カンスト。いや、それ見せれんかった、悔しい。よし、じゃあちょっと最後にちょっととっておきのも見せますか。じゃあね、もう最後軽くぶっ放して終わるわ。これさ、やっぱりこいつの覚醒のこと考えたら、やっぱ無効感組んだ方がいいよな。無効感組もこれ、だからここで無効感組んで、で毒が1、2、3、4セットきました。ちょっとさ、待てよ、最後、いや、なんかその町一番良くない、なんで俺は毒を浸したんだ。まあいいわ、これで、さあ水落ち込んきた、これで、はいはい、これです。これを最後にみんなに見せたかったです。もうこんだけです。はい、以上です。いや、待って、以上です。まだ終わらない、まだ終わらん。いや、ネプチューン使ってみた動画はここで終わるんですけど、ちょっと番外編というわけでね、なんとですね、今これが来てるんですよ。これメモリアルガチャ、もうこれ引こうぜ最後は。じゃあちょっとこっからガチャ動画にしよう。今回2部構成でお届けしております。最後はやっぱメモリ、おお、いいじゃん、メモリアルガチャ引いて終わろうぜ。まあこれさ、正直な話すると別にね、前半は、あ、でもなんか結構引きよくね、普通に。さ、150と250でフェス限定ってなかなか引けるもんじゃないよね。結構いい引きしてない？これなんだっけ、 500?500 はね、うん、そうだね、これはおまけです。はい。で、あー、この辺だな、この辺から結構注目していこうぜ。こっからよ、やっぱり。さあ、止まっていくけど、これは止まるのは確定してんのかな？まあ、ティフォンも別にね、そんな持ってるわけじゃないから、まあ、これはありがたくいただこうぜ。さあ、800。この辺、ラインナップわかんねえよ、俺。何が出るかも全然わからん。まあ、でもさ、やっぱさ、1000と1100だよな。そこでしょ、やっぱり。ちょっとでも、お前はさすがにいらんわ、これ以上。900ってなんだ？もうわかんねえよ、この辺。たださ、1100でさ、ガチャドラ引けば、その後ね、何回もガチャ引けるから、ちょっとガチャドラ、いやー、でもやっぱ、俺が持ってないフェス限とか、いやー、あるじゃん、もうね、持ってんだよな、これ。おい、1000ってなんだっけ、1000。これ何が出るの？あんな、なんかあれか、あんましょぼくないやつだっけ。あー、いいね。かわいいがいっぱーいの人ね。OK。じゃあ最後、いきます。うん、3連だと？え？まさか？いや、それは確定のやつだな。はい、ゴミ。